はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V では第14話の方やっていきたいと思います。太平洋、そうか、クロスアンジュの話になったんでしたね。もう見たことないんで全然わかんないっす。全然事情理解できないっす。まあ、とりあえずテッサたちはこの世界とは別の世界の住人みたいですね。今のところ平行世界は3つ、この地球とヤマトのいた地球とテッサのいた地球。拒否権とかあるんだ。ドゥハーデーダナン、格の子。あれ、ロックオンもそんなポジションだったっけ？階級とかってどうなるんだろうね、こういうのって。だって多分この中でいくとテッサが一番偉いよね、大佐だから。こいつらなんかすげえ一番階級低いよね多分。あーでも軍曹3位、でも軍曹の方が低いよね多分。まあ、どこの世界にもガンダムはありますからね。ハサウェイ。でも一応さ、トビアの世界だとシャアの反乱とかあったもんね。
ライムエレクトロニクス。100年前、モビルスーツ。ってことはさ、トビアの世界の昔、100年前の世界か。マフティ、ナビユエリン。ああ、やっぱそうだ。太平洋エリア D。アルゼナル。いまいち名前がわからん。アルゼナル司令室、司令官のジル。全員がノーマン。なるほどなるほど。ああ、なるほどね。まあ、ノーマの人数がどれくらいいるかっていうところだよね。ああ、ほとんど死んじゃうんだ。地球連邦政府も承認と。エマ・ブロンソン監察官。アルゼナル格納庫。ゾーラ集合って。新兵の配属。やばい、人が全然わからん。死の第一中隊、隊長のゾーラ。
キャッシュ。あ、金か。なるほど、金が全てか。ああ、さっきのやつね。突撃兵。なんか食ってんね。飴でも食ってんのか。ロザリー、クリスとエルシャ。やばい、わからん。マナの光。いた姫様って。おお、シミュレーターの結果なかなかなんだ。エアリアってな。説明が出てるけどわからん。いいね、知らない快楽を教えてやる。教えてもらいたいもんだ。1日早く海賊になったって。最近じゃん。ついてるね。戦闘配備警報。ああ、大事な戦力だからね。
人一体倒せばなんとかなりそうだけどね。スクーナー級、とりあえず無茶な注文はしてこないね。こいつも動かせんの？動かせるわ普通に戦闘できるわ。気力的なものは大丈夫？むしろ気力高いんだけど135もあるよ。こいつは全員戦闘するんだね。凍結バレット、まあ大丈夫かな。少しでも落とさないとキャッシュが稼げないから、凍結バレットで。直接打ち込むんだ。まあ、一応腹痛は唱えておくか。あ、こいつ援護ができるね。パトロクロス、ちっこいのはさっさと落とす。届くかな、こいつ。届かない。じゃあ落としていくか。腹痛唱えられるやつは唱えとこう。アサルトライフルでいいかな。微妙に照準値が低いんだろうな。 100% にならない。いい加減うざいんだよ。多分こいつが援護攻撃持ってるよね。そう、中心にして、こいつは指揮範囲があるね。ディースレイヤー、ドラゴンスレイヤーってことか。ドラゴンの弱点は分かっている。私ならやれる。で、こっちで倒すか。ブンブン丸ブーメランブレードブンブン丸って何？でもこいつ強そうだよね。大体こういうキャラクターって強いんだよね。今日も今日とてドラゴン退治。で、こいつをどうするかな。一応指揮範囲が届きそうなところに置いとくか。大丈夫でしょう。2発あれば倒せるね。でもこいつはさ、全員仲間になるのかな。多すぎるんだけどこれだけで一つの正体が組めるよね。まあ、なんとか正体って言ってるからそうなんだろうけど。
このターンで勝たすかな。アンジュちゃんもちょっとじゃあ撃墜数を稼がせてあげよう。まあ、自分から向かってったんだけどね。これがドラゴン。お願い当たって。強っ。クリティカルやっぱ強いね。倒せる敵を倒していくか。ここが2体、1、2、3、4、1、2、3体しかいないから、こいつをこっちに派遣しよう。目いっぱい勝ってやっからな、ドラゴン。チャンス、こいつでとどめ。カチンコチンになりやがれ。カチンコチンっていうか完全に爆発してるけどね。凍結バレットっていうのが標準装備なのかな。ちっちゃいのいっぱいいる。凍結バレット装填。まあ、援護攻撃を使うまでもないね。早く終わらせて晩御飯を作らないとね。氷漬けにしてあげる。あれ、カットインがない。ドラゴンスレイヤーでいいか。ドラゴンの弱点は分かっている。このスピードで突っ込む。あ、隊長か。でっかいやつが来たね。ガレオン級。こいつはなんでこんな懐いてんの。やられた。おお、こいつもやられた。
っちゃ混乱してんね。アンジュの部屋。マギー、また新しい人が出てきた。マギー、提示なしだよみたいな。オートモード一番遅くしても結構早いんだよね。どっちか。ゾーラって誰だっけ？あれ隊長だったっけ？またドラゴン来るんだ。結構頻繁に来るね。第14話。
血塗られた白き翼。お、一応出るんだね。ハサウェイ出すでしょ、トビア出すでしょ、刹那出すでしょ、ロックオン。あとは、ここら辺のヒュッケバイン、グルンガスト、バングレー。あと3機か。これなんだっけ？あ、こいつも出れんだ。いるか？エステパレス出すでしょ？アーバレストとかもね、なんか鍛えておかないと後々、大変そうだからな。ナイトガインとか全く出してないな。結構レベル高いね。ソスケ出すか。一応。あとは、マイトガインも出しとくか、じゃあ。カラメール。シーブックがいないっていうのはちょっと痛手だよね。どっちかっていうとシーブックに相談した方が良さそうだけど。あれやだ、なぜだ。ダブルゼータ樹道さん、年代設定がよくわからん。あ、追われてたのね。あ、ロンドベルなんだ、所属は。ってか、ゼータに乗ってんのルールカか。神岩っていう。ダブルゼータ、あー、やっぱり知ってるんだね。さてさてさて、基本的にはこの島を中心に戦いたいけど、なんかこっちに攻められるかな。ヒュッケバインはね、アクア、なんだっけ、なんとかをつけた。あの、海にいても大丈夫なやつ。問題は、ソウスケなんだよな。まあ、意外に大丈夫か。海でも全然移動力落ちないね。ガンダムマーク2か。そりゃそうだよな。一応、ロングライフルはあるっちゃあるか。クアンタ、サバーニャ、グルンガスト、主人公機のバングレイ、スーパーエステバリス。こんなとこにいたのか。これ誰？ああ、マイトガインか。
ゼータは？ああ、背面側持ってるんだね、一応。ダブルゼータもまあ、背面側キャノン持ってっかな。ああ、あるね。マップ兵器もあるね。これどうやってみんな。これは、役立ちそうだな。百式、メガバズーカランチャーを持ってるかどうか。ない。じゃあ、一旦これで終了して。痛い。やっぱり最初から気力が110あるのっていうのはめちゃくちゃでかいな。ファンネルミサイルいけるっしょ。モビルスーツがちょっと食らうようになってきたな。運動性を強化する必要があるか。トビアもなぁ、そう、40% くらいあるからね。サバーニャも 50%。 モビルスーツはやっぱりかわしてなんぼだからな。戦艦はなるべくね、敵を倒していきたいから。で、ここら辺でいいか。ここを中心に雲を、ディストーションアタック。5000なら倒せるでしょう。いい感じの距離感じゃん。接近戦は苦手じゃないぞ。敵ガンフレアだ。マイトガインも出すか。マイティースライサー。あ、絶対5000は無理だ。ドラゴン退治とはおとぎ話の勇者のようだな。切り裂け、マイティースライサー。なった。回避が遅れたか。サバーニャはここでいいか。いただくぜ。グラビティブラスト確実に行こうと思ったけど、絶対ミサイルでいいや。では怪物退治と行きましょう。ミサイルで5000超えるんだ、クリティカル出れば。で、これはもうちょっとこっちの方にいて、主人公機少し前に出すか。指揮範囲にいる。指揮範囲って何マスだっけ。3マス。でも離れるとね、効果が下がるけど、まあいいか。劣化。ここは通さないぜ、ドラゴン。2号部隊のお箱で行く。距離を詰める。打ち込む。大サービスだ。待っとけ。こいつから逃れる術はないのさ。格納庫。またもう次から次へと分からん。こいつは整備兵か。
ビルキス。別動隊。本部あ、血が出てる。てかオープンチャンネルなんだね。バイオセンサー。命は力なんだ。私は生きる。どんな手を使ってでも。15000か。めちゃ強い。そして出血が止まっている。なんで近づいたの？ドラゴンはこいつに任せるか、こっちの。
リップスラッシャー。まさかドラゴンと戦うことになるとは。氷が敵を立つ。一応近づいていこう。届く届くね、さすがだ。各位の検討に期待します。発射管扉を開放。はいはいマン、発射管扉開放。巡航ミサイル発射。巡航ミサイル発射。はい。さすがの射程の長さだな。アーバレスト、どうだ。強襲。5000を減らすことができるか。飛び回っていれば安全とは限らんぞ。これで撃ち抜く。いい強敗。クズには似合いの攻撃だな。ヒットアンドウェイはないよな。ハサウェイはビームサーベルでいくか。人類を脅かす生き物なんかに距離が近いか。このあとはこっちの舞台か。どうしようかな。なるべく柔道で倒したいよね、どうせなら。ブーとか多分使わなくなるからね。普通にバルカンでいいか。だよな。まあ、ゼータはね、ハイメガランチャーがあるからいいとして、こっちは突っ込もう。トランザム。異世界から来た敵対生物か。トランザムで決めてみせ。じゃあ集中唱えよう。凍結バレットがなんだかんだで一番強いんだ。大きさが違っても戦いようはある。凍結バレット装填。落ちなさい。おお、当たるんかい。で、死ぬ。殺されるわけには。一応セーブしよう。あと動いてないのはクロスボーンか。ビームザンバーがいけるね。人を襲うのなら戦うしかないじゃないか。このタイミングならいける。イエー、ギリギリ出せない。クロスボウもな、なんか早くフルクロスとかになってほしいんだけど。ロシュセイバーって倒せんの？倒せるし。強い。
ああ、フルクローじゃなくてクソン狙ってきたか。6000か。とりあえず1回バイタルダウン使おう。いけるかな。加速は持ってない。全然やっぱり全然動けねえわ。こいつに任せるか。凍結バレットって2発しかないんだ。じゃあアサルトライフにしよう。生存をかけての戦いなんだ。引くつもりはない。こいつからは逃げたって無駄だ。そこだ。やはりサイズの差か。思ったほどダメージが通らない。タイミングは取れている。ファイナルビームかな。どうじゃないからね。プラズマリアクター食らえ。ファイナルビーム。まあ、こいつは食らうんでしょうね。最低勘が外れた。こいつでぶち抜いてやる。エネルギー充填当たる。する威力だぜ。これはクリティカルクラスみたいなのは当たりだな。あ、なんか動いた。あとこいつだけ。6400か。それなりだね。こいつのトランザムがどんだけ当たるか。捕らえたぜ。トランザムで行く。やっぱね、サファーニャはね、普通に強いよ。全滅を確認。また血が出てる。あ、そうか、社長があるとプラス50になるんだ。なるほどね。タックゲインの方が良かったね。これは多分そのタックゲインが一番いいっすね。
かいいのはいいのだけ仲間外れなの。他人の空にってやつじゃないかってだからシーブックに相談した方がいいんだよ。違うんだ。なるほど。全くわからん。メイルライダー、ペイルライダーみてえだな。アルデナル墓地、方向性が怖いね。極端すぎだな。タックポイント1万達成。ターボペネトレーター。ロッカールーム。これ毎回あるの？
おすすめ品は特にいらない。ターボペネトレイト、すごくね。移動力プラス 3? 移動時のエネルギー消費と地形の影響を無効とか。でも強化パーツ今回すごいね。ゼータガンダム、ゼータガンダム自体は別に鍛えておいて損はないでしょう。あとダブルゼータ、百式とかマーク2、特にマーク2とかいるか。百式とマーク2は男、百式はね、せめてメガバズーカランチャーがあればちょっといいかなと思ったけど、こいつらもみんなそうだな。どれを鍛えていいんだかわからん。とりあえずビルキスはなんか鍛えておいて良さそうな気はするけど、ここら辺だよな。こいつはすげえモブキャラっぽいからな。期待数はめちゃくちゃいっぱいあるけど、4000、1万、そうだな、運動していきたいとか。薬ガンダムも鍛えるでしょ、スカルハートも鍛えて、サバーニも鍛えて、ハルートとかラファエとか、微妙だな。マイトガインとかね。ステバリスはいいか。スーパーエステバリスもとりあえずなんか後で使わなくなりそうだな。アーバリスとはね、結構イベントがあるから鍛えておいた方が良さそうなんだよね。ビルキスも多分どうせここら辺はいっか、とりあえず置いとこう。そこまでのお金もないからね。走行値は鍛えておく。クルンガスよし、こんなもんか。というところで、じゃあ第14話、血塗られた白き翼、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。